それがきっかけで試合終わったんですけど、その1点だけで逃げ切って初めて小6の最後の全国大会勝ったんです。相手は絶対下向くから、そこにガブリ合わせて足かって、そこで削ってこうみたいな。あれ、これ俺の決勝パターンじゃねみたいな。Welcome to リンヤチャンネル。どうも、格闘家の中村リンヤです。今回は作戦がバッチリハマった試合参戦です。今回は特にこう試合前立てた作戦がハマった試合について3つ紹介していこうと思います。まず1つ目は、レスリングの試合でずっと勝てなかったライバルに決まった作戦。小学校の時に20回やって20回勝てなかったっていう相手がいたんですけど、もう絶対勝てねえっていう感じずっと思ってた時期があって、小学校の時で小1小2小3小4小5ってずっとボコボコにされてて、でその中で多分2点かな取ったの、5年間とかで。だからもう本当に完封され続けてきたわけですよ。点を取れたらもう死ぬほど嬉しいみたいな、負けてもみたいな子だったんですけど、小6の最後の全国大会で、僕が花咲徳栄高校っていう高校にちょっとお邪魔して練習するようになってて、その時にすごいその花咲徳栄高校に憧れの先輩を見つけて、その人のもとでこうずっとこう練習していろんな真似をしてっていう風にやってたんですけど、その方と来週また全国大会ってこの子と当たるんですっていう話をしてて、そしたらリアっつって、この相手タックル来るだろうっつって、それ来たらこの今までやってたのはお前こうやってただただバック回ろうとしてただけかもしれない、でもこのタックルを来られるじゃないですか、切るじゃないですか、でバックに回れば点になるんですけど、でも絶対下の子ってこう取らせないように肘をこうしっかり持つんですよ。それでいつも切ってもバック回れずポイント取れないでスタンドに戻るみたいな展開がずっとあって、肘持たれたら回れないじゃんってずっと思ってたんですけど、その先輩がいいやつ、手首持ち帰ろって願い続けろそんなようなこと言ったの。肘をこう持たれると回れないですけど、ここから下に持ち帰ってくれる瞬間がたまにある。リアそこ見過ごしてるから、願い続けてそこを持った瞬間にもうこの頭突っ込んで回り続けんなみたいなことをずっと言われて、もうそれだけ信じてずっと練習してて、でいざ試合になってこう駆け引きをやってる中で、本当になんか不思議な瞬間だったんですけど、もう今でもパッとすぐ出てくるんですけど、本当にタックル切ってこのシチュエーションだと思って、と思った瞬間に相手ここに持ち替えたんですよ。でここで今だっつって頭突っ込んでうわーって回ったらバック取れて、その1点だけで逃げ切って初めて小6の最後の全国大会勝ったんです、その子。その子は小学校でもうレスリングやめちゃったんで、それがもう本当に最後のラストチャンスだったんですけど、その試合ってなんかこう僕の格闘技の人生においてもすっごい大きく生きてて、絶対に超えられないってこう思い込んでた壁を超えた瞬間だったんで、しかもそれがこの憧れの先輩と立てた作戦がバチーンってハマって勝った瞬間だったから、死ぬほど嬉しかったっすね、あれは。魂がわーってなって超不思議な体験でした。2006年の3月っすね。うわ、なんか思い出してきたな。その日はなんかすげえ勝てる気したっすね。トーナメント表を毎回こう小学校の時って誰といつ当たるか分かんないんですけど、会場ついて壁に張り出されてるトーナメント表を見て、いつもはこう準決勝か、俺も準決勝までか、柏井武則って言うんですけど、また柏井だって感じだったんですけど、その時だけはもう柏井か
ちょっとテンション違ったんですよね。いやそうだ、でもやっぱ作戦をこうバチッて絶対これはやるっていうのを決めて持って挑んだ試合で、それがハマったっていう経験はすごい初めてだったし、それがまさに格上相手に通用した試合だったから、その時にこれは俺にとって大きなターニングポイントになるって勝った瞬間にすごい感じたんですよ、人生においても。それをきっかけにこんなボロボロに負けてもいずれ勝てるという考え方になっています。小学校の最後これで終われたのは超でかい、はい、それが一つ目。いや本当強かったんですけど、彼サッカーもすごい上手かったし、ずっとライバルだったんで、中学校の時とかお家泊まりに行ったりしましたね。めっちゃいいライバルだったんだ、はい、一昨年かなんかぐらいにライジンの会場でリンヤーって声かけられて、へーと思って、タケだよタケ、うわーみたいな、あったっすあったっす、はい、頑張ってるねみたいな、いやもうお前のおかげだよみたいな、本当お前ありがとうみたいな感じで、お客さんとしてライジン来てて、はい、で僕もまあお客さんとして客としてライジン入ってて、お前つってめっちゃいい、はい、再会したっす、はい、でそっから作戦を立てるっていうのはほぼなくて、試合に対して。で次がもう MMA になっちゃうんですけど、2つ目プロシュート2戦目の小尻選手との戦いの時ですね。僕はレスラーで、その時2021年の7月にプロシュートデビューして、一発目は2ラウンドハイキックで倒したんですけど、2戦目はまた全然違ったタイプの年下の九州の野尻選手っていうファイターとやるってなって、すごい体力があって15分間頑張り続けられる選手で、きっとその野尻選手っていうのはドロドロの体力戦に持ってこうっていう作戦だったと思うんですよ。すごい気合も入ってて、僕はそんなコンディションが良くなくて、ちょっと不安も抱えながらの当日迎えて、不安はありつつもでももうやるしかない15分だけだと思って、気合入れながらアップしてる最中にこうミットをやるわけですよ、いつも試合前に。ダン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 、ミットを高谷さんと試合前のやってる途中に、高谷さんがいきなりミットこうやって持つじゃないですか、フッて間を切ったんですよ。で俺がフッて切った瞬間、高谷さんいきなり走ってきて、俺の方にうわーってジャンプして飛び膝をしてきたんですよ。で俺も最初うわーと思ってパーって避けて、危ない、来るからな来るからなって、でまたミットダンダンダンってやって、したらまたいきなり走ってきてバンってやるから、俺そこにバンってストレートミットで合わせてフッっていうのを何回も何回もなぜかやってきたんですよ。で試合に臨むじゃないですか。野尻選手もすごい気合入ってて、開始の方になった時に野尻選手がちょっとふわってこう外に回って、なんだなんだそれなら外取ろうかなと思ってたら思いっきり走ってきて、そこで全く同じパターンできて、で絶対普通だったらもううわっつって、まさにアップの1回目うわって避けてるのをやるんですけど、はっって走ってきたから、あれ走ってきた、はっでパンチ合わせたんです。そうそう、はい、それがモロに当たっちゃって、でそれがきっかけでもう試合終わったんですけど、10か15で、はい、それぐらいで終わったんですけど、作戦通りってこのことじゃんって思った試合帰ったなと思う、高谷さんにも、いやなんかもう本当ありがとうございますみたいな、本当ありがとうございますみたいな、もうコンディションやばかったんでみたいな。今までもそんな動きは一回もやったことない選手だったんですけど、俺が相手だったら最初やるね、高谷さんの勘ってやばいなと思った試合でもあったし、これはまさにだって作戦通りじゃないですか、バチってハマってる、はい、これが2つ目で、3つ目ロードトゥー UFC の1回戦
ググン・グスマン戦です、はい、ロードトゥ UFC に入るにあたってまずはやっぱこう分かんないよく分かんないストライカーとの相手だったんでしっかりレスリングを使うっていう意味でまずタックルに入ってこう壁に押し付けてっていう展開になるのは絶対に予想してたんですよ。相手が立ってくる動き壁使ってこう立ったりしてくるんですけどその動きに合わせてタックルからガブリに切り替えてガブリから角脇固めって僕は言うんですけどこう相手が絶対下向くからそこにガブリ合わせて足かってでそこでこう削ってこうみたいなあれこれ俺の必勝パターンじゃねみたいなのを高谷さんともうシンガポールの現地入りしてからもう何回も何回も繰り返してこれもなんか高谷さんがなんでみんなこう逃げるときガブリに切り替えねえんだろうなと思うんだよねみたいなところからこれやってみたらどうすかねみたいなおーめっちゃハマるじゃないですかみたいなのがまんま試合で出てプラスその時にはもうメンタルコーチングもガンガンに取り入れた時なんですけどメンタルコーチングの中でメンタルコーチングの吉戸先生吉戸さん何回やっても1ラウンドアームロックで終わっちゃうんですけどこれ僕のなんかいい目作りすぎっすかねみたいなもうちょい悪いイメージもやっとくかとかいろいろこうやるんですけどなんやかんやでこう1ラウンドアームロックで終わるんですよっていうのがあってちょっとこのうまくできすぎてるなシミュレーションみたいな感じで臨んだ試合でもあったんですけどそしたら試合始まって最初タックル入りますで相手が壁にこう立ち上ろうとします僕ガブリに切り替えますで角脇固めに入ってそこで肘で削ります。あ作戦通りだ高谷さんの作戦通りだと思ったんですけど相手がこう結構頭がこう隠しながらこうディフェンスするんでちょっと後頭部だっていう風に注意されてスタンドに戻ったんですよ。で再開してでまたこう打撃の交換からタックルに入ってでそのままアームロックで終わったんですよね。1ラウンドですぐにそれがなんかこう高谷さんと立った形にもハマったしシミュレーションでやってた結果になったし勝った瞬間これでいいのかなって思ったぐらいうまくいった試合だったんですねっていうのが作戦3つハマった試合ですかね。こんなハマることってあんまないと思うんですけどでも割とメンタルコーチングとかこう取り入れるようになってからはほぼほぼ作戦通りなんですけど試合は全部けど特にハマったのはあれかなっていう自分がこうロードトゥ UFC で初めて箱の中に入って UFC のちょっとすげえやっぱ思った以上にすげえなっていう感じでちょっと硬い中でもそういう試合ができたのはすげえ、まあ後から振り返ればよかったっすね。この間のやつはちょっとテイクダウン取って上四方から相手が反転するんで絶対上四方ってその中でアームロックだったり十字だったり洗濯バサミノースサウスいろんなパターンを持ってたんですけどそっから仕掛けようとすると相手のセコンドが僕のやろうとしてる技を注意しろ注意しろっていろんなこうアドバイス先回りされてそれで俺が気づかれた気づかれたみたいなのがこう何回かあったんでそこでも決めきる強さあとはちゃんとダメージを与えたらもうちょいセコンドの声にも鈍くなってくるんでそういうことをもうちょいこううまく上行ってかないとないけないなって思った試合でしたね。そこがちょっと想定と外れたけどまあいい勉強になったというか前回はそうでした、まあ、ハマったはハマったっすでも、はい、そうですね。ただフィニッシュしてっていうのあったんで、はい、3ラウンドの腕十字と一緒に最後抜けちゃいましたね。いろいろはい最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。シミュレーションするんで。あ、するんだ。はい。だいたいなんだお前やってこねえのかよで終わじゃあこうするよみたいな感じで終わっちゃう、うん、そこまで想定してると思う。それ来たらはいごっそさんなんですけど